宮城島は沖縄県の沖縄本島北部に入り込む塩屋湾上にある島で沖縄県国神郡大宜味村に属する。塩屋湾の西側の湾口部にある島で島の西側は東、シナ海に面し、島全体が沖縄海外国定公園に指定されていたが2016年に新設されたヤンバル国立公園に移管された。 島の北側と南側は沖縄本島に挟まれており、北側には塩屋大橋、南側には宮城橋がかかっており、徒歩や自動車で沖縄本島との往来が可能である。琉球王国時代には私船で沖縄本島と往来していた。後に塩屋湾を一周する道路が完成したが、1937年に、 宮城橋、1963年には、塩屋大橋が開通した。塩屋大橋が開通したことで、塩屋湾の海岸部を迂回せずに、宮城島を通って大喜見村中心部と名護市を行き来、できるようになり、移動距離が約8キロメートル短縮され、本島北部にとって重要な交通の要所となった。また、塩屋大橋は完成当時、喧嘩最長の橋であった。 当初は銀色のアーチ橋で、その後周辺の森林と海に合うよう赤色に塗り替えられた。地元住民から赤橋の名で親しまれていたが、1999年に老朽化のため新しく建設された。塩屋大橋、宮城島から撮影。沖縄海岸国定公園区域図、沖縄県更新日、2016年5月9日。 2017年2月25日閲覧。ヤンバル国立公園概要、計画書。2017年2月16日閲覧。沖縄検討書別面積一覧アーカイブド2012年5月14日、アットザウェーバックマシン、宮城島沖縄総合事務局北部国道事務所。沖縄総合事務局北部国道事務所塩屋大橋。ありがとうございます。